だからトミーは、組み立て式人型ロボット、メカノイド、2種を、11月7日から発売します。ドライバー1本で一から組み立てるエンターテイメントロボットが、日本初上陸です。大型は約1200種、小型は約620種の、パーツを組み立てます。メカノイドは、スピンマスター社、カナダ本社が、2015年よりイギリスを、皮切りに発売を開始した組み立て、式ロボット、34種の音声コマンドを、認識し、約900種の音声フレーズと、動作を組み合わせてコミカルな反応を、してくれるのだとか。パッケージを開けると、約1200種、小型サイズは約620種、以上の、パーツやボルトが入っており、組み立てはすべて付属の6角レンチドライバー1本で、行うことができます。全長約61センチの、メカノイド、G15、は所要時間約3から4時間、全長約122センチの、メカノイド、G15KS、は5から6時間で、完成するそうです。力いらずなので、女性でもスムーズに組み立てが、可能。組み立てが完成して電源を、入れると、目や関節など各所の LED、が、光り、手足をぎこちなく動かしながら、起動中、環境をスキャン中、生命体スキャン中、生命体を人間と認識、君の名前が知りたいな、とおしゃべり、自分の名前を教えてみると、はじめまして、名前、君が僕を作ってくれたんだね、と、返事をしてくれます。これは最高にワクワクするやつだ。目覚まし機能や時間を知らせてくれる機能のほか、音声コマンドで様々な指示ができます。一緒に歩いて、と言い、手を引くと一緒に歩いてくれたり、冗談を言って、というとくだらない話を、してくれたり、放っておくと暇を持て余し、口笛を吹いたり、無料の専用アプリと Bluetooth でつなぐと、手足の動きや LED の、光、音声を一連で覚えさせることもできます。そのままスマートフォンをメカノイドの、クレードル、スマホホルダー、に、セットすると、モーションキャプチャーで自分の、動きを真似させて遊ぶことができるところもすごく、楽しそう。なお、今後は付属の USB ケーブルと、パソコンをつなぎ、インターネット経由で音声プログラムの、更新なども可能にしていく、予定です。ロボットの組み立て、そしてコミュニケーション。ロマンが詰まっていますね。全長約61センチの、メカノイド、G15、は、3万円、税別、約122センチの、メカノイド、G15KS、は、5万円、税別、11月7日から全国の、おもちゃ専門店、百貨店、量販店の、おもちゃ売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト、タカラトミーモール、にて、取り扱いを開始します。